名誉勲章はアメリカ軍の勲章において最高位の勲章である。アメリカ合衆国の軍人に大統領から直接授与されるものである。議会の名において授与されることから議会名誉勲章とも言う。多くは大統領官定も同時に授与される。受賞基準及び対象は戦闘においてその義務を超えた勇敢な行為をし、もしくは自己犠牲を示したアメリカ軍人とされている。 メダル部分のデザインが陸軍、海軍、空軍で異なっており、海兵隊と沿岸警備隊には独自のデザインがなく、海軍のものが使用される。1861年に海軍、海兵隊用が、翌1862年に陸軍用が制定されて、以来、現在に至るまで2回受賞した19人を含む約3400人が受賞している。 名誉勲章受賞者には、毎月一定額の手当、退職金の割増し、特別旅行など、数々の恩典が与えられ、その階級に関係なく、敬礼を先に受ける特権を常に有する。対象人物は、軍曹時、礼曹時には名誉勲章を配用するので、一目でわかる。受賞者のバーニーカイ・ハジロとシズヤ・ハヤシ3444名に、 対して3463個が授与された。19名が2度受賞している。このうち14名が別々の行動に対してそれぞれ授与されている。5名は一つの行動に対して海軍及び陸軍から授与された。第二次世界大戦以降852個が授与され、このうち526個は死後に授与されている。合計では616個が死後の授与となっている。 第一号受賞者は南北戦争でのアンドリュース攻撃に参加したジェイコブ・パロット。唯一の女性受賞者は南北戦争の軍医であったメアリー・エドワーズ・ウォーカーであるが彼女の勲章は1917年に他の非戦闘章に合わせて無効にされた。しかしながら1977年にジミー・カーター大統領によって有効とされた。 1918年に定められた現行規定では、アメリカ軍に所属するものでなければ受賞できないと明示されているが、例外も存在する。例えば、メアリー・ウォーカーは軍との契約で働いていた。また、チャールズ・リンドバーグはアメリカ陸軍航空隊の予備役であったが、受賞は民間パイロットとしてであった。加えて、1921年10月17日には、 パーシング将軍によって、イギリス軍の無名兵士に授与された。その後アメリカ軍の無名兵士には1921年11月11日に、ビクトリア十字章が授与されている。これらの例外を除くと名誉勲章は、アメリカ軍人に授与される。これに、国籍は関係ない。61名のカナダ人が名誉勲章を授与され、その大半は、 南北戦争中の功績に対するものであった。1900年以降は4名のカナダ人に授与されている。ベトナム戦争では、ピーター・シーレモンだけがカナダ人の受賞者であった。1973年のベトナム撤退から2010年までの37年間、戦死者への授与のみとなっていた。例えば、ランディ・シュガート一等軍曹とゲイリー・ゴードン総長の二人は、 1993年のモガディシュの戦闘で墜落した UH-60 ブラックホークのパイロット、マイケル・デュラント陸軍順位の救助を活動中に戦死し、その功績に対して授与された。また、イラクの自由作戦において、初の名誉勲章受賞者となったポール・アル・スミス一等軍曹は同作戦展開中の2003年4月、 バグダッド国際空港での攻防戦において負傷者の撤退を支援するため、ほぼ単独で50名以上のイラク兵を倒した功績に対して授与された。ジェイソン・ダンハム五条は2004年4月、敵から投げつけられた手榴弾の爆発から領有を救うために、とっさの判断で手榴弾にヘルメットをかぶせ、その上に自分自身の体を乗せることで爆発の拡大を防いで戦死。 その功績に対して2007年1月11日にジョージ・ W ・ブッシュ大統領より授与された。2007年2月26日にはブルース・ピーク・クランダル中佐に授与された。クランダルの功績はメルギブソン主演の映画ワンス・フォーエバーで描かれ、作中でクランダル役はグレック・キニアによって演じられた。その後2007年10月22日にネーーシールズ。 隊員マイケル・マーフィー隊員に授与された。マーフィー隊員は2005年6月にアフガニスタンで結行されたレッドウィング作戦において100名前後のタリバーン勢の攻撃を受けた中で仲間を生還させるために奮闘、その功績に対して授与された。彼の名はアメリカ海軍アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦の62番艦にマイケル・マーフィーと命名されている。 2010年11月16日にアフガニスタン戦争における功績で受賞したサルガトーレ・ジュンタニ等軍装は1973年のベトナム撤退以来37年ぶりの生存者受賞であった。2011年9月現在最新の受賞者であるダコタメイヤー海兵隊軍装まで3人続けての生存者受賞となっている。ありがとうございます。